こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。オーストラリア自国建造潜水艦建造計画がなぜ進まないのかを考察してみた。そこにはオーストラリアにも問題があることが分かってきた。と同時に、台湾では建造に入って現在急ピッチで建造が始まった。静粛性は日本の次になるのかな？日本の最新鋭潜水艦タイゲイが進水式を終え、オーストラリアのある一部の議員の間で、やはり日本案がなどあるが。では詳しく話していきますね。他、移中政策の中、もっと早くに対中政策を打ち出すべきだったな。2019年末より発生したとされる新型コロナウイルスは1年になろうとしている現在でも収まる気配すらありません。それどころか逆に毎日毎日感染者が増えるばかりです。そんな状態の中、アメリカの原子力空母が運用停止状態となりました。そして、潜水艦内での感染も発生したといいます。原船内でのクラスター発生ということでしょう。狭く密閉された潜水艦は、換気もなかなか行き届かないと思われますし、コロナウイルスだけではなく、インフルエンザなどにも気を使って、過ごしている状況と聞きます。知っている方も多いと思いますが、潜水艦内の生活空間は、プライベートスペースは、わずかにベッド一つ分があるだけです。それも、寝転がるのが、せいぜいといった感じと聞きます。そんな中に、何人もの乗組員が生活しているのです。こんな状態ですから、潜水艦での感染は一気に拡大することは言うまでもありません。世界がコロナで大変なのですが、中国は人口が多すぎる。ので、こんな状況下でもあまり関係ないのでしょう。正直、代わりは、いくらでもいるというぐらいの人口を抱え込んでいますからね。特に現在アメリカの原子力空母は機能停止状態ですから、すぐには動けないわけです。鬼の犬間にといったところで、台湾海峡からいろいろと仕掛けてきているのも事実です。中国の動きも心配ですが、ここではオーストラリアの潜水艦計画について話していきたいと思います。この計画はもう白紙に戻そうとしているとも噂されるほど、はかばかしい進行がなく、ほとんど建造が進んでいないことがはっきりしました。フランスで新型潜水艦であるシュフラン級原子力潜水艦が進水式を迎えたのは2019年7月のことでした。このシュフラン級潜水艦を土台として通常動力型に改修する予定のオーストラリアのアタック級潜水艦建造にもようやく進展が期待できそうです。といっても、このアタック級潜水艦計画は当初のスケジュールよりもかなり遅れが生じていることは間違いありません。
計画では12隻の建造予定にはなっていますが、経費は1隻5000億円を超える巨額になっており、実現できるのかどうかが危ぶまれているようです。オーストラリアの潜水艦計画は日本にも関わりのある事案でした。というのは、2016年にオーストラリアは潜水艦建造に関するコンペを行い、日本やドイツなども参加しました。一時は日本案が優勢だったのですが、オーストラリアとの貿易額1位の中国が横やりを入れたため、日本案は消えたと言われています。結局フランス案が正式に決定されたのですが、その過程でちょうど日本の武器輸出のハードルが下がった時期と一致したので、日本は初めての武器輸出を行うのかという意味でも注目を集めていました。フランスの建造が遅れていることを理由に日本案を逆転採用するのではと予想、期待する報道も一部にあるようです。しかし現実的にはその可能性はほとんどないでしょう。武器輸出に関して日本は経験値がゼロですから、他国とは競争になりません。海自の主力兵器である潜水艦はオーストラリアへ推薦された。そう、夕方が最近は毎年一隻ずつの確実なペースで建造されていますし、その次の型の3000トン級潜水艦もすでに建造が始まっています。そういった意味からも、オーストラリアに潜水艦を輸出する必要性は低かったという意見もありますし、仮に日本に決定していたら今頃はどんな状態になっていたのだろうと、むしろ想像すると冷や汗者だったのないかという感じもしています。ブルゴーニュワインやボージョレーヌーボー、ベルサイユ宮殿やルーブル美術館などのグルメや観光、文化の雰囲気が強いと思いますが、フランスという国は押しも押されもせぬ武器輸出大国です。しかも NATO 北大西洋条約機構の主要加盟国にもかかわらず、伝統的に独自に兵器の生産を継続していますし、エジプトをはじめインドなど多くの国に兵器の輸出実績を持っているのです。特徴的なのが、超大国アメリカと一線を引いた独自路線です。アメリカから輸入できない、コストが高くて買えないなどの戦闘機ラファールなどが欲しいという国にフランス製の兵器を導入しています。武器輸出という事象を考えると非人道的とも思えるのですが、ビジネスと割り切ってフランスは行っているのでしょう。そういう方針の国を相手にしては、潜水艦を売り込むという立ち回りは今の日本にはかなり無理があることだったのではないかと思われます。その反面、オーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも明白な事実ですが、必要な兵器が自国で生産できないのなら、売ってくれる国から購入するしか方法はないのです。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇に関しては国内で建造していますが、次期戦闘機開発計画があるとはいえ、この分野では国内での製造はとても厳しいのではないかと推測されます。すでに護衛艦の兵装などその大部分を日本はアメリカに依存している。
状態ですから、オーストラリアの現状に他人事だと甲をくくっていることはできないのではないでしょうか。オーストラリアが本当にフランス案をキャンセルするのかどうかは不明ですが、仮にキャンセルした場合、潜水艦購入の選択肢はドイツからの輸入一択ではないかと思われます。2020年4月ですが、インドネシアが計画していた韓国の潜水艦購入を中止してトルコからの購入に切り替えるのではないかというニュースが伝えられています。そしてトルコが用意する潜水艦も、韓国と契約を交わしていた潜水艦も、もともとはドイツの潜水艦にたどり着くというのです。つまり潜水艦のベースはドイツ製潜水艦ということになると考えられるのです。トルコは韓国と違って燃料電池式の非待機依存型エンジンを搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められている国です。インドネシアはこのライセンス生産が魅力的だったのでしょう。もしこれが通れば、インドネシアの行為は国際的審議場から非難を受けることになりそうです。現在のインドネシアは焦りがあるのか、国を問わず各種の兵器を購入しているのですが、このままの路線で行けばいつか破綻が訪れるのではないかと危惧してしまいます。新しい潜水艦を欲しがっている国は多くあります。その調達の陰にドイツの姿が見え隠れしているように感じるのですが、実際のところは一体どうなのでしょう。工業大国ドイツの製品が優秀なので人気があるのか、売り込みが上手なのかなどとも考えてしまいますね。フランスとドイツはかつて何回も直接の戦争相手となった過去がありました。世界大戦では敵として戦っています。それにもかかわらず、新型戦闘機や戦車については利害が一致しているおかげで共同開発プロジェクトを推進しています。ある意味パートナー関係にあるドイツとフランス、オーストラリアがフランスとの契約をやめてドイツに手を伸ばしたりしたら、フランスとドイツの関係にどんな影響が出てくるのか、それも非常に気になります。オーストラリアのアタック級潜水艦は本当に通常動力型潜水艦として収益できるのでしょうか。常識の範囲をはるかに超えている購入価格もですが、費用対効果も含めて改めて注目し直すべき時期に来ているのではないかと考えます。